松本隆太郎は、日本の男子レスリング選手。群馬県大羅郡千代田町出身。群馬ヤクルト販売所属。弟の厚は2018年の世界選手権。フリースタイル 92kg 級3位となった。群馬県立立立林高等学校。日本体育大学体育学部体育学科卒。日体大院全期課程終了。全日本選抜選手権では、 男子グレコローマン 60kg 級で2009年から現在まで3連覇している。2010年レスリング世界選手権、グレコローマン 60kg 級で銀メダルを獲得。2011年レスリング世界選手権では、翌2012年ロンドンオリンピックの日本の出場枠獲得を目指したが、初戦で欧州王者のレワズラシヒに敗退。2012年3月、 カザフスタンのアスタナで開催された五輪アジア予選に挑み、決勝戦に進出して、五輪出場計を獲得。2012年8月6日、ロンドンオリンピックグレコローマン60キログラム級に出場。準決勝まで勝ち上がり、金メダルを獲得したオミドノルージに敗れたものの、3位、決定戦でアルマトケピスパイフにホール勝ちし、銅メダルを獲得。 ロンドンオリンピックのレスリング日本勢で最初のメダルであり、男子勢のメダル獲得を15大会連続に伸ばした。グレコローマンに限れば、シドニーオリンピック以来3大会ぶり。ありがとうございます。